しびこ3号館に入っている岡崎日本語学校岡崎しびこは愛知県岡崎市厚生通り西2丁目にあるショッピングセンターである1976年6月1日をオープンもともとこの場所には各店舗を持たないたつき百貨店があったが1965年には各テナントとして岡田屋が入った岡崎市中心街にショッピングセンターを建設せんと する、岡崎市、本町構生に次第に市街地再開発組合は、新しいビルの名前を公募。県内外から1.519点が集まり、審査の結果、ぬかた郡高田町の市民が考えた、しびこが採用された。1976年6月1日、ショッピングセンター、しびこのうち、新天地ビル、たつきビルがオープン。百七十七年七月五日、 シビコのうち、中央ビル、岡崎総合ビルがオープン。1997年の収入は約3億7千万円だったが、1998年にジャスコが撤退して、専門店のみとなり、2015年の収入は約1億3千万円に減った。近くには、百貨店など3つの大型商業ビルがあったが、いずれも閉店して、マンションなどとなった。 岡崎市中心市街地の年間小売販売額は1997年の479億円から2007年には238億円にまで減少している。上層階はテナント不足から閉鎖されている。愛知トリエンナーレの会場として2013年は上層階が2016年は上層階と1階が使用された。2018年 長野県松本市に拠点を置く、学校法人立の森が3号館に、岡崎日本語学校を開校した。ありがとうございます。